日本初の円筒形高層ビルとして、大阪駅前でおよそ50年にわたって親しまれてきた複合ビル、大阪丸ビル。建物の老朽化などを理由に去年5月に閉館し、今年9月に解体されました。今日記者発表会で明らかになった建て替え後の丸ビルの詳細。てっぺんには象徴的な円形の電光掲示板が引き継がれ、地下2階から地上4階には頭上から足元まで360度に映像を投影する球体の LED ディスプレイが建設されます。2階から10階までは商業施設やコンサートホール、高層階にはホテルが入る予定です。丸から想像してもらうこと、丸に今までの思い出があったことを、失わないように。大阪丸ビルの開業は2030年の予定です。